はい、それでは皆さんこんばんは。今日はなんか随分近いところにいるんですけど、いつももうちょっと離れてたような気がするんですけど、この位置だったら見えますね。はい、はい、今日初めてお目にかかる方もおられますか？初めての方、あ、そんなにいるんだ。あ、はい、はい、すみません、こういう顔してるんです。その笑い声は小畑さん、わざわざ大津から。そうですか、自転車で。あ、そうですか、ご苦労様でした。はい、この小畑さんという人はパナソニックの会のお店の人なんですけども、松下幸之助のいろんなエピソードをブログで書いてる人ですね。150ぐらいになったって言ってましたっけ。で、面白いことにその松下電工、今パナソニックって言うんですけど、その関係者で松下幸之助の話を書いてる人っていないんですよね。一人だけなのね。で、あんまり松下幸之助のいろんなものを受け継ごうっていう人は今までいないのかもしれないけど、まあよかったですね、一人だけで。目立っていいんですよ。それやっぱりその松下幸之助のエピソードを1万人の人が書いてるっていうと埋没しますもんね、いくら書いてもね。同じ話も出てくるだろうし、山形さん随分一生懸命書いてますね。そう、速記者みたいに書いてるじゃないですか。別にやめなくてもいいんですよ。はい。速記で書くよりはテープを置いといた方が早いかなと思いますけど、まあ、はい。まあそれはそれとして、北海道と東北を回ってまいりました。で、去年8月に北海道行った時は、ドクターストップの状態で、無理やり行ったんですね。で、多分一番悪い状態で行ったんですけども、ヨレヨレの状態でした。まあそれでサッカーができるとよれ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 、これからあの歌を聴くたびに思い出す、こうよれよれの。なんか元気がなくなりそうですよね、よれよれよれ。初めての方、ちょっとイメージを壊していただいて、本だけのイメージだと結構ちゃんとした人のように思われていて、ちょっとですね、なんですよ。で、ちゃんとした人っていうのは台所から出てくるんですよね。きちんとしてる。わかんない人もいるみたいなので、では話が前後しますが、15秒ほど差し上げますから、隣の人とにっこり笑って握手をしながら、今日はオチがわかんなかったら教えましょうねって挨拶をしてください。はい、よーい、始め。今の分かりましたかね。台所から出てくる、きちんとした人は台所から出てくる、それも鳥の首を絞めながら出てくる。まあ分かんない人は分かんないで。で、なんかその本だけのイメージだと、もうちょっとこうちゃんとしてる人がこう堂々とね、こう出てくるみたいなイメージらしいんですよ。で、あるところでたまたまこういう椅子ではなくて座敷で、
座布団で70人ぐらいの会があったんですけども、で20分ぐらい前に着いたもんですから、入り口から一番遠いところの右後ろの座布団の上にこう座ってたんですよ。だから70歳ぐらいの女性が入ってきて、こうキョロ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 しながら、でまあ友人に呼ばれたんだけども、一緒に行こうって言ったんだけども、言われたんだけども、その人は来てないっていうので、まあとても不安げな気持ちでね、私の左隣に座ったんですね。でしばらくこうやって見てたんですけど、私の顔を見てね、何でしょうか、初めてですかって初めてといえば初めて、だからまあ、そう、まあそんなもんですね。今日はどんな話なんでしょうかね。知り合いが一人もいなくて、その人から誘われたんですけど、何も分かんないまま来たんですけど、ちょっと不安なんですけど、どんな話なんでしょうね。大した話じゃないですよ。私はどんな話かを知ってますけども、大した話じゃないですよ。とてもいい話だって聞いてきたんですけど、いや期待しない方がいいです。期待。もうその安っぽいジョークと親父ギャグだけの話ですから。もう笑いすぎじゃないですか、そこ。せっかく謙虚に言ってるのにそんなに笑われるとあれよ。本当に安っぽい親父ギャグだと思われての方と思うじゃないですか、こちらとしては。でそうですか、いい話だって聞いてきたんですけどね、それにしても暑い日が続きますね。そうですね。で世間話に10分がやった。で司会者が前の方で、ではセカンスさんお願いしますって、私がはいっつって立ち上がった、これがもうとても快感で、快感でとても快感なんですよ。こう全然わかんない感じで、そのポコッと座ってるのがとても快感なんですよ。でその座ってるところにたまたま蚊がブーンとこう耳元で飛んでたりする、これ文化会館って言うんですけど、壁を見てみるとちょっとシミがあったりする場合もあって、これシミ会館、帰りたい方は帰っていいですよ。こんなはずじゃなかったのにって、もうちょっとちゃんとした話って、私はしとしとピッチャンじゃないからちゃんとしてない、古いですよねネタがね。この前こんな話をしてて、ちょっと東北でこんな話をしてたんですね。その災害だとか事故だとかっていうものについて話をしてるときに、その自分が不幸だ不幸だって、まあ、思いたい人は思ってもいいけれども、現象が目の前に来たときに、その現象について何の興味関心を示さなければ、この現象はただ通り過ぎるだけの、私にとっては縁もゆかりも伊藤ゆかりも存在しない。私が不幸だと思った瞬間に、この現象は私にとって不幸なことになった。私が不幸と思わなければ、コーヒーがこぼれていても味噌汁がこぼれていても何にも関係がない。不幸って思わなければいい。それでそういう話をしていた。それでお茶会になってですね、その縁もゆかりも伊藤ゆかりも、伊藤ゆかりっていう話を聞いたことがあるけど、どんな人なんですかって聞かれたんですよ。で伊藤ゆかりを知らない世代がいる、まあそうですよね、30ぐらいの人分かんないでしょうね。で小指の思い出っていう代表曲があるんだっていう、その歌はどんな歌ですか、歌ってみせましたよ、そのお茶会で。
あなたが聞いた小指が痛い、昨日の夜の小指が痛いって、ヤクザの歌じゃないかしら。怖い話。あなたが聞いた小指が痛いって、そりゃ痛いだろう。昨日の夜の話ですよね。小指が痛いって、今日も痛いでしょうね、きっと指切ったんだと。東北地方ではね、あなたが冷たって歌ったんですけどね、怖いですよ、冷たの方が。あの切ったの方がまだ逃げ道がある。あ、もしかすると包丁でこうね、ちょっと切り損なったのかなっていうんで、そこに逃げ道あるけど、詰めたっていうと専門用語ですもんね。はい、なので、一応東北地方回ってきまして、その震災とか事故とかっていうことについて、どう捉えるかっていう話をしてきました。で、まあ結論は今のように、現象は全部ゼロである。で、まあ釈迦がね、2500年前に、忘れもしない2年前か4年前か6年前という話をしていたら、忘れてるんやって何かが言ってくれたんですけど、大阪の人はね、忘れもしない2年前か4年前か6年前って言うと、ほぼ全員がね、みんなして忘れてるんやって言ってくれるんですよ。で、東北地方の人は一人も言ってくれないわけ。忘れもしない2年前か4年前か6年前とシーンとしてるわけ。あの大阪の場合はそこで忘れてるんやって突っ込んでくれるんですよって言ったら、まあやっと3人ぐらいの人が突っ込んでくれるようになったけど、寂しい。大阪と東北の中間に存在している東京はどうなるかっていうのを今試してみますね。忘れもしない2年前か4年前か6年前。あ、半分の人が参加してくださってありがとうございます。ちょうどぶどまりとしては半分だから、ちょうどですね、やっぱりね。うん、大阪はいいですよ、もう忘れてるんやって、で忘れもしない6年前か8年前か10年前か100年前か200年前か、あ、2500年前だったって言ったら、東北の人シーンとしてしまって、忘れとるんですよね。2500年前のことなんか覚えてるわけないもんね。で、2500年前に、釈迦という人が色即是空っていう言葉を残してくれて、この色即是空の意味が分かったら悩み苦しみはなくなるんですよ、瞬間に。で、その話をまあしてきたんですけど、分かった人は分かったみたいで、いい話でしたっていう人も何人かいた。あ、分かんない前もぼーっとして帰っていった人もいる。で、お釈迦様のね、梵語、サンスクリット語ですけど、サンスクリット語における呼び名をね、バカボンっていうそうです。バカボンってね、お釈迦様の呼び名だったんですって。そうなんですよ。それで新しい総理大臣がよく似てるじゃないですか、バカボンに。で、喋ってる言葉がこれでいいのだって。顔も似てるし名前も似てるしねえ。で、松下政経塾っていうのを間違って読む人がいて、松下村塾って読む人がいるんですけど、松下村塾の出なんですか、あの人は。ってそれ安政の大獄の頃だもんね、慶応4年とかいうのそんなね、安政の大獄の、あの安政の大獄は安政の時代なので慶応ではないんですけども、
今の話でノックアウトされる人は、まあ、ノックアウトされてください。 KO です、ね。で、安静の大獄って言葉も私は一言ではなくて、安静にしてなければいけないと。本来その原稿を書いてもいけないし講演もしてはいけないって言われてるんですよ。で、安静にしてないと危ないよって、体が。で、今の右目が出血してる状態で、右目ほとんど見えないんですね。左目がやっと見えてるっていう状態で、で、出血しては、それを繰り返してる、右目の方がずっと。で、安静にしてないからだって言うんですけど、安静にして講演もしないし原稿も書かないしってことになると、私にとっては牢獄みたいなもんですから、これが安静の大獄というんですね。はい、人事ではない。それで2500年前の話なんですけど、天才バカボンの話です。あ、お釈迦様というのは血の質がだいたい推定で300だそうですから、天才です。天才バカボンです。あの赤塚不二夫っていう人はもしかすると相当仏教的なことを勉強してたんでしょうかね。ねえ、結局これでいいのだっていうその一言を、まあ、日本中に流行らせたわけですけど、相当仏教的なことが身についてたのではないでしょうか ねえ。で、30年ぐらい経ってついに野田が生まれてしまった、これでいいのだっていうのが、まあ、そんなことはどうでもいいんですけども、でその忘れもしない2500年前にお釈迦様がその五運開空、五運っていうのは四季十相行式の5つを言いますが、四季というのは、たまたま、これがまた出てこないんですよ。栗原小牧とか吉永小百合って私言っちゃうんですけどね、美人女優がそこに立ってたっていう話で、栗原小牧なんて知らないでしょ。吉永小百合は知ってるかもしれないけど、あと若尾綾子とかですよ、岩下志麻とかですよ。で、世界さんもうちょっと新しい人言ったらどうですか。みんな60超えてるじゃないですか。吉永小百合も60超えてるでしょ、栗原小牧も60超えてるでしょ、若尾綾子は70超えてるのかな、それから岩下志麻も70過ぎですかね。あとだから60以下の人って知らないもんね。あと八千草薫ぐらいですかね。あの人80ですよね。困ったもんですね、私が知っている人っていうと。それで例えばどんな人って聞いたら松浦綾とか言われたんですけど、その辺まで戻ったらどうですかって言われたんだけど、松浦綾って知らないんですよ、うん。で、なんかあややって言ってたって言うから、私知らないからあやや